フランク・ライカールト伝説のサッカー天才が築いた栄光の軌跡。フランク・ライカールトの幼少期とサッカーへの情熱。フランク・ライカールトは1962年9月30日にオランダのアムステルダムで生まれました。彼は幼い頃からサッカーが大好きで、地元のクラブであるアヤックス・アムステルダムのユースチームに所属していました。彼の才能はすぐに注目され、16歳でプロデビューを果たしました。彼はその後、アヤックスのトップチームでプレーし、オランダリーグで数のタイトルを獲得しました。アヤックスでの成功とバルセロナへの移籍。ライカールトはアヤックスでの活躍が認められ、1988年にスペインの強豪チーム、バルセロナに移籍しました。彼はバルセロナで中盤の要として活躍し、チームを数のタイトルに導きました。彼はバルセロナでリーグ優勝4回、UEFA チャンピオンズリーグ優勝1回、コパデルレイ優勝2回など、数の栄光を手にしました。オランダ代表としての活躍。フランク・ライカールトはオランダ代表としても活躍しました。彼は1987年から2000年までの間に73試合に出場し、3ゴールを挙げました。彼はオランダ代表として1988年のユーロ1988で優勝を果たし、オランダサッカー史に名を刻みました。また、彼は1990年と1994年の FIFA ワールドカップにも出場し、オランダ代表の中心選手として活躍しました。指導者としてのキャリア。現役引退後、フランク・ライカールトは指導者の道を歩み始めました。彼は2003年から2008年までバルセロナの監督を務め、チームを再び栄光に導きました。彼はバルセロナの監督としてリーグ優勝2回、 UEFA チャンピオンズリーグ優勝1回、コパデルレイ優勝2回など数のタイトルを獲得しました。また彼はサウジアラビア代表やガラタサライの監督も務め、指導者としても成功を収めました。フランク・ライカールトは選手時代から指導者としても成功を収めたサッカー界の伝説的な存在です。彼の栄光の軌跡はこれからも多くのサッカー選手や指導者に影響を与え続けることでしょう。